ジュニアという大会で頑張りましたけれども、今度はもうやはりジュニアから育って国際の舞台に近い出てます。さあソビエト、ソラゲはこれも飲んだ後から同じ飛び方でしたかね、先ほどのサゾベンコーワと。そうですね、でもこちらの方がやはり高さと体の空中での姿勢が非常に良いですね。ただちょっと右足 の, あのベタというんじゃなくって、こうかわされたような挨拶の姿勢がちょっと良くないですね。なるほど、サゾベンコーワよりも高さがありますが、この辺やっぱり右にテーピング巻いてるせいなのか、なんか右足をかばってるんでしょうかね。まあでもこれだけの高い位置から着地するんですから、相当負担はかかりましたね。この選手は去年のソウルオリンピックの時に平均台の演技で落下しまして、はい、怪我して途中で棄権してしまってるんですね。そうなんですね、したがってそういう意味ではこの世界大会で積極をこういう気持ちがあると思いますが ね、今年5月のブリュッセルでのヨーロッパ選手権で個人総合3位に入りました。ソビエトの国内ではもう3本の指には入る力ですね。あの4月のソビエトカップ、それから9月の全ソ選手権、はい、共に優勝してますからね、はい、ボギンスカーを破って、はい、今回はやっぱまだベストコンディションじゃないようですよ。1回目の得点が出まして 9.825、これから2回目です。同じ飛び方ですね。わずかにまだ右足動いてますけど、もう安定してますね。もう空中での姿勢の乱れがないということが特に素晴らしいですね。姿勢終わったところでこのストラゲワは4位に位置しております。前走の大会から1位ということを比べたら、やはりここでも 1,2 番につけておくのがこの人の実力